東京都で新型コロナウイルスの感染者が新たに1261人確認されました。東京都は今日新型コロナの感染者が新たに1261人確認されたと発表しました。先週の土曜日に比べて270人増えました。重症者は2人で1人の死亡が報告されています。